乃木坂46の山下美月が23日発売の雑誌キャンキャン5月号の表紙に登場。乃木坂46卒業発表後、同誌で表紙を務めるのは初となる。山下美月、晴れやかな表情披露。乃木坂46卒業発表後は、ほっとした気持ち同士の専属モデルを務める山下は、先月自身の公式ブログで、乃木坂46からの卒業を電撃発表。突然の報告に、多くのファンから卒業を惜しむ声が上がり、5月の卒業コンサートまでの動向で、日々注目を集めている。卒業を考えていることはメンバーにもほとんど相談しておらず、ファンの皆さんにも決断してから発表するまでに少し時間があったので心苦しかった。やっとお伝えすることができて今はほっとした気持ちですとの言葉通り、表紙ではすっきりと晴れやかな表情を披露。新たな一歩を祝福するかのような改正の中、山下の意志のある強さとかっこよさを切り取ったカットは本人もお気に入り。卒業発表後の素直な気持ちを同誌だけに語ったロングインタビューと合わせて届ける。山下美月、卒業意識した瞬間、アイドルとしての8年間語る山下は、4月10日に発売される35th シングルをもって卒業。インタビューでは、卒業を意識した瞬間や卒業を決めてから感じていたことのほか、アイドルとして過ごした8年間を振り返り、アイドルって超楽しかったじゃん。かなかっこ笑い。布団の中にくるまって大泣きした日もあったはずなのに、そんなこともすべてひっくるめて楽しかったと思えるから不思議です。アイドルになってよかった。悔いなしです。と、晴れ晴れとした表情で語った。また、そんな、水木のアイドル生活の集大成として、4月23日にはセカンド写真集、ヒロインも発売。今号では、発売に先駆けて、見どころや、写真集には収まりきらなかった、アザーカット、書店限定特典ポストカード&ポスターなども多数、掲載する。さらに、セブンネットショッピングにて、特典付き、キャンキャン5月号を購入すると、スペシャルフォトカードが付属。縦線の入った、美お腹がちらっと見える一枚、ブラックの衣装で、キリリとした表情を見せるかっこ、いい一枚、卒業の春に、ぴったりな、桜モチーフの一枚の3種から、一枚を選ぶことが、可能。フォトカードは、数量限定となる。